こんにちは皆さん。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいです。それでは早速参りましょう。皇室では天皇家愛子様の公務デビューに対してあるおことが水を差すようなお言葉を放った皇族がおられその方に対して天皇陛下がいつになく原始お言葉を放たれたということが話題になっています。 一体どういうことなのでしょうか。以下ご紹介いたします去る12月25日皇居において大正天皇の命日の祭祀である大正天皇霊祭の儀が行われ天皇家長女愛子様が宮中祭祀デビューをされました。オフホワイトのロングコートと同じ色の帽子大飯になり女性皇族の最初に拝礼されたということです。 その時の愛子様のお姿はとても上品ですがすがしく拝礼されるお姿も落ち着いて堂々とされていたということです。12月1日に20歳の誕生日を迎えられ美しく成長された愛子様の映像を見た人々は口々に上品で美しい聡明相で控えめなぶ様子に絶賛の精を添っています。中でも愛子様に天皇になってほしいという声も少かなからずあるようです。 2001年から2005年女性天皇を容認しても良いという意見は86%にまで達しました。2020年の調査でも女性天皇容認派は67%と過半数に上ります。もはや国民の大多数が愛し語天皇誕生を絶望していると言ってもいいくらいなのですが現実に女性天皇が誕生するためには様々なハードルがあるようです。 12月6日に行われた安定的な好意継承などを議論する有識者会議においても期待されていた女性天皇や女系天皇の議論には遠み込んでいません。結局のところ、秋篠宮様から悠仁さまへと続く男系の好意継承のなぐ把握まで当衆その男性天皇をサポートするための女性皇族を皇室に残すには制度上どうしたらいいのかを議論しているに過ぎないようです。 こういった議論に対しては女性皇族は熊手サブの存在として天皇を支える立場だと捉えるのがそもそも古い考え方なのではないかという意見も多いようです。そして、秋篠宮日から天皇を出してほしくない遠い辛辣な意見もあるようです。言うまでもなくマコさんの結婚スキャンダル騒動により、秋篠宮家への不信感は依然根強く残っています。 マコさん自身の強い意志によるものだとしても、秋篠宮様やの子様が親としてイニシアティブを取ることなく完全の娘の言いなりになってしまっていたのはいかがなものか、娘の意思尊重というのは管理法規なのではないかという声もありました。また、行為第二順位であるコースとしての資質さえ問われることになってしまいました。 それにも、かかわらず今までと変わらず、秋篠宮家に行為を継承するのか、国民の間で反対の意見があるのは無理もないことだと思われます。そんなマイナスイメージしかない秋篠の家みに比較すれば、天皇家の、上品で清らかな血筋を引く愛子様に対して国民の大多数が歓迎したい気持ちになるのは、当然の流れでしょう。 マコさんは自身の気持ちだけを優先して周囲のことを帰り水も当たらしてしまったわけですが愛子様がそのような行動を取られることはまず考えられないそれこそが天皇系の信頼なのでしょう。秋篠宮家ではマコさんが結婚して皇籍を離脱した今マコさんと親友のように仲が良かったカコ様とご両親の間にほとんど会話はないようです。秋篠宮家に近い元宮内長幹部は次のように語っています。 次のような批判的な意見がずらりと並んでいる。会社者はご苦労様。しかしながら道子様への評価については同意しかねます。私はね、現在の皇室の状況について、本当に道子様はご心配なさっている。だからこそ、発言されることがメディアによって、秋篠宮さんの DNA 鑑定は必須です。道子さんが拒否すると余計に疑います。 秋篠宮家は天皇制を壊すわけですか。僕は秋篠宮家から天皇は出したくない。天皇は天皇家です出してくださいよろしくお願いします。DNA はなかなか発表しないしみちこさんが一番わかっているので発表してください。でないと秋篠宮家は追放してもらいます。純粋な日本人の血を引かない者にはわかるまい。日本の象徴。 アマテラスオオミカミは女性であることは神話として語り継がれている。イギリス王室では当たり前に行われている DNA 鑑定がなぜ日本の皇室では行われないのか。行われてこなかったのか。不思議です。やましいことがなければ DNA 鑑定を拒否する必要はないと思います。皇族や特に皇位継承者には d n a 鑑定が必須であるという制度を確立してほしいです。 道子氏は、60年近く前だが長男誕生後、傍城期待という帰刑事を死産したことがある。これで広宮の弟が生まれる可能性が絶望的になった可能性がある。道子氏の身の妹が、安在との子を、養子として天皇家道子秋人夫妻に与えた可能性を思い立った。口頭を継ぐときは事前に必ず遺伝子検査が必要と決めると良いと思う。 噂だけでは母子共に苦しむことになりますから。国民の不信は大きくなるばかり。三手子さんが苦を避すると余計に疑いが大きくなってきた。これからも疑いはどんどん大きくなるばかり。国民は大きな大きな不信感で皇室否定につながる恐れさえある。信子様、さま、ストレス性喘息悪化に、のりこさま、いつも私の悪口を言ってるから天罰ね、と長笑人でなし発言に陛下は激怒。 今月11から12日に山形県への訪問を予定されていた友人親王妃信子様ですが、持病のストレス性喘息の悪化のため、訪問は取り留めとなりました。宮内庁は10日、友人親王妃信子様が持病のストレス性喘息の一時的な悪化により、主治医の判断で11から12日に予定していた山形県訪問を取りやめられると発表した。信子様は現在、お住まいの宮内庁分庁舎、 東京都千代田区で安静にされているという。区内庁によると、信子様は以前からストレス性喘息や気管支喘息の症状があり、治療を続けられていた。産経新聞2022年6月10日配信。今回、持病の悪化ということで、現在はお住まいにて安静にされているとのことですが、ネットニュースのコメント欄では、信子様の体調を心配し、 気遣う意見が数多く書き込まれていました。私も子供の頃に喘息になりましたが、咳がひどく、辛くて眠れないことがあったのを覚えています。成人してからは治りましたが、信子こ殿下もお辛いこととお察しします。ご公務も大切だと思いますが、お身体が一番大事なのでご無理をなさらずごゆっくりお休みください。コロナ禍でもありますし、 ストレス性の喘息とは大変に身体的にお辛いと思いますので、ご公務でも無理をされずに静養されることがよろしいと思います。早く解放に向かいますように願っております。信子様、どうぞお大事になさってください。信子様の不調を喜ぶのり子様。このように、多くの人々から心配されている信子様の持病の悪化ですが、実は、皇族の中に、密かに、 こうした信子様の体調不良を喜んでいる方もおられるようです。今回、多くの皇族方が、信子様の体調を心配されていたのですが、そうした中で、密かに喜びの笑みを浮かべておられたのがのり子様でした。以前から、のり子様と信子様の不仲については、ネットメディアなどを中心に噂が広まっていましたが、どうやら、今回、信子様が持病の悪化により、 地方訪問を取り留めとされたことを知られた際に、のりこ様は、口元にいやらしい笑みをた,たえながら、あの方はいつも私たちの悪口ばかり言ってますからね、天罰ではないでしょうか、と煽られ、さらに、神様はいつも誰が正しいか見ていらっしゃるものね、などとも口にされていました。のぶこ様からは、久人様の作文コンクールの盗作問題などの件でも、批判されていたようですから、 正論で批判され続けていたのが、よほど悔しかったのでしょう。秋篠宮家関係者。信子様との子様の不仲に関しては、様々な噂が流れていますが、中でも最も衝撃的だとされているのが、こちらの2010年の新年一般参賀の様子です。信子様が、ふらふらと歩いているの子様を、しっしと手で追い払っている様子が確認できます。また、最近では、 久人様の作文コンクールでの盗作問題が発覚した後に、久人様の母親であるの子様に対して、秋篠宮家は日本の恥です。と面と向かって煽られたということでも話題となりました。の子様の人でなし発言に陛下は激怒。このような経緯もあり、の子様は、信子様に対して、強い恨みのようなお気持ちを持たれていたようなのですが、それでも、こうした発言はあまりにもひどいということで、 陛下などは、ノリコ様に対して大変お怒りになられたようです。陛下も信子様とノリコ様の不仲については、ずっと以前から承知されていたようですが、今回のノリコ様の一種の暴言に関しては、それはそれ、これはこれ、といった具合に別問題であるとお考えになられ、ノリコ様がそのような発言をされたということに関しては、大変な不快感をあらわにされたそうです。現在では、週刊誌等でも、 のりこさまが皇室内で孤立しかけているのではないか、などと報じられていたのですが、今回の発言が職員などを通して、他の皇族方にも知れ渡ってしまった場合、ますますのりこさまの孤立が深刻化することとなりそうです。宮内庁関係者。のりこさまの現在の皇室内での孤立に関しては、5月19日に行われた全国赤十字大会の様子を週刊女性が次のように報じています。 どうやら、この時も、信子様がの子様をみんなで意図的に無視するかのように、仲間外れにしていたようですね。とはいえ、すでに、皇室内での子様の味方をしてくれるような皇族はほとんどおられないようですから、事態は相当深刻なようです。の子様は、信子様の持病の悪化について、自業自得だというようなことを煽られていたようですが、むしろこうしたの子様の孤立こそ、 自ら招いた際と言えそうです。皆さんは、こうしたのりこ様の状況について、どう思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。緊急速報、東大入試で学校に圧力。皇室特権でずる入学。先月7月31日、 秋篠宮ご夫妻と長男悠仁さまは東京国際フォーラム千代田区で行われた全国高校総合文化祭の開会式に出席されました。女性セブン2022年8月18.21日号の記事によると悠仁さまは今後も夏休み中は公務でお出ましの機会も増えるそうです。7月31日東京国際フォーラム千代田区で行われた 全国高校総合文化祭の開会式に、秋篠宮ご夫妻と、長男久人様が出席された。久人様にとっては、2019年12月以来、2年7ヶ月ぶりの公務の場でした。主催者側から願い出があり、夏休みなのでスケジュールの調整もついたため、お出ましが実現したそうです。皇室記者。着席された久人様は、 ステージ上で同年代の高校生が繰り広げるパフォーマンスに、しきりに拍手を送られた。開会式後には、近くの丸の内中通りで行われたパレードもご覧になり、マーチングバンドの演奏などを興味深そうにお聞きになっていました、全室皇室記者。久人さまは、今年4月に筑波大学附属高校、筑布高に入学された。公務にお出ましになる直前の7月下旬には、 長野県で行われた二泊三日の郊外合宿に参加された。学校行事の一方、8月に入ってからも久人様は、同年代の高校生が参加するイベントへのお出ましが続く。公務により、積極的に国民の前に姿を見せられ、他校の高校生らとも交流され、充実した時間を過ごされている久人様これまでも、週刊誌などのメディアで繰り返し報じられてきましたが、 現在、のりこ様は、ひさひとを東大に入学させる計画を立てておられるようです。高校一年生の一学期が終わり、迎えた夏休みひさひとは高校生としても、将来の天皇としても充実の時間を過ごされているようだ。だが、ひさひとにとっては、お出ましを通して皇族としてのご自覚を養うことと同様に、高校生活を通して成し遂げなければならない大きな目標がある。かねて、 のりこさまはひさひとさまの東大進学が悲願だと言われてきました。実現すれば、将来ひさひとさまは、初の東大出身天皇となり、のりこさまはその母となります。ひさひとさまは東大の中でも、農学部を志望されていると言います。皇室ジャーナリスト。確かに地区札川は、毎年三十人前後の東大合格者を輩出する名門校だ。ひさひとさまと机を並べる同級生たちも、 同様にハイレベルだろう。だが、それでも一筋縄ではいかないのが大学受験であり、日本最高峰の東大の合格ともなれば、激しい競争に勝たなければならない。東大受験でも余裕しゃくしゃくの悠人様。とはいえ、こうした高いハードルをクリアするために、悠人様が熱心に勉学に取り組んでいるといった噂は全く聞こえてきません。実際、こちらの女性セブンの記事でも、 久人様の夏休み期間の過ごし方は、東大入学を目指す高校1年生としては、異例であるとして、次のように説明されています。地区札化に限らず、全国の進学校に通い、本気で東大を狙っている生徒は、高校1年生の夏には2年半後の合格に向けて動き出しています。予備校の夏季講習でみっちり勉強する生徒もいるでしょう。 時間的な猶予があるため精神的なゆとりが生まれ、学習効率が上がる側面もある受験業界関係者。東大の推薦受験では、教学校の場合各高校4名まで推薦できるルールで、その生徒が試験に臨みます。試験とは言っても、学力がものを言うペーパーテストではありません。審査基準は公表されておらず、 面接や課外活動の実績などを加味し、総合的に評価され合格が決まります。全室受験業界関係者。勉強に根を詰められずとも、久人様の前途は明るいようだ。これも、ある程度予想通りではあるのですが、こちらの記事でも、のりこ様は、久人様を一般受験で東大に合格させようとされているのではなく、定型更進学制度という特殊な推薦制度を利用して合格させたように、 東大も推薦で合格させようとしていると報じています。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。安倍晋三の統一協会に報道ステーションと日曜報道が忖度その裏に桜井し子と大越キャスターも、武田つねやすが皇位継承で女系天皇容人の条件を田原総一郎に暴露。 安倍晋三さんが亡くなって各報道番組が安倍晋三さんに関係する報道をしていますがそこでカタクに統一教会のことを報道しない番組がありますね。ここはかなり怪しいですね。その番組の一つが日曜報道ですね。こちらはこないだ桜井よし子さんが出演していますしがこの人は統一教会系の世界日報で講演会もしていますからね。 ちなみに一緒に出演していた佐藤正久議員も統一協会系のイベントに出席しているし、おじが統一協会員であることも認めていますからね。やはり統一協会とべったりの番組は報道できないんですね。そしてもう一つ報道ステーションも統一協会の話題は出てこないんですよね。 それで調べてみると元 NHK 出身の大越キャスターが統一協会系の国際商協連合会が作った財団のアドバイザーを務めていることが分かったんですよね。だから報道ステーションではなく統一ステーションだったわけです。大越キャスターといえばこの間も旧党首が出演した参議院選挙の党首討論で言論弾圧がありましたよね。立花党首の発言についてそのような発言は認められません。 発言を中止してくださいと発言を妨害しましたよね。これは何が問題かということ事前に立花さんにしか警告文を送っていなかったことです。報道ステーションの設定するテーマから逸脱する発言は行わないようにとして、もしそのようなことがあれば然るべき処置を取ると言ってきたわけですね。国民が選んだ党首に民間のキャスターが一人だけ発言内容を言論統制しているわけです。 テーマは国防についてで立花氏はテレビは核兵器に勝る武器だと言って、プロデューサーが警告の手紙を渡してきたことを訴えました。この発言に認められませんと大越キャスターが発言を制止したわけですね。当然立花氏は事実を述べているだし国防にも関わる問題でもありますよね。だから何も問題ないということで立花氏はテレビ朝日と大越キャスターを東京地裁に提訴したようです。 まあ、ここでの提訴がどうなるかはわかりませんが話が進めば統一協会と関わりが深い大越キャスターがと言えるんでしょうけどね。まあ、メディアもいろいろと闇が深いですね。それにしても結局は男系男子を主張する人っていうのは元をたどれば統一協会から来ているのだということがわかりましたね。 のりこ様の父親の川島達彦さんもパチンコ屋の三井社長と親友と呼べる仲だったけどもその三井社長が自民党の代議士に闇献金で家宅捜索された過去がありますからね。まあ不起訴になりましたが自民党に闇献金でしかも在日でパチンコだからパチンコ御殿の安倍元首相とは考え方も近そうですよね。そう考えるとやはり統一協会と考え方が近かったのではないかと思ってしまいますよね。 しかもこの家宅捜索された堺議員は日韓トンネル研究会の顧問議員だったんですよね。だからかなり安倍さんとも考え方が近そうなのもわかりますね。そういう意味では武田恒康さんもこの統一協会と考え方が近いのかもしれませんね。ちなみに武田恒康さんは以前に田原総一郎さんと後位継承問題について対談をしているんですよね。 まあ、ここで愛子天皇を認めるべきかという対談をしているのです。この頃は武田恒康氏が語られなかった皇族たちの真実という本を出版した頃だったようです。次のような批判的な意見がずらりと並んでいる。この夜叉子は、まだ恥もなく吠えてはるの安在息子と同じく、見たくもないわね。なぜに一応は旧皇族らしいが、同じ周期がするのか。 不思議に考えさせられるものがある。天皇家の直系長子、歳宮愛子内親王殿下が次の天皇におなりになるのが一番自然だと思います。皇統はこのまま天皇家です。素晴らしいことです。日本が天皇家と共に末永く栄えていくのを信じたいです。大越キャスターも統一教会と関係あったのですね。政治家や芸能まで入り込んでいて闇が深い。 田原さんとケケタさんの対談は田原さんの方が部がありますね。保守の代表が統一の代表だったのはショックです。本当に何が何だか。ロシアと中国の方が正しいのか。なんて考えを持ってします。最初に逮捕されると、もう一つ選択肢が増えましたね。元総理が身をもって示しましたね。 2000年以上続いてきたというけど、荒れ黒はてなマークという時もあったとか。今現在、あの宮より、都市の宮様の方がはっきり男系と言えるし、国民の象徴にふさわしいです、複数派と。男系男子主張している方々は、多分、尻私欲が優先の考え方からだろうとは思ってはいたけど。神社本庁、 日本会議と旧統一協会とのつながりって単に男系男子を主張し、都市のみや愛子内親王の天皇即位を阻みたい考えの一致からだけなのだろうか。公安、検察、警察、政治家、教育、財界とありとあらゆるところに統一協会信者がいて、それもトップに、なんて驚くが、バンバン表に出してもらいたい。アキラッチさんも危険な目に遭わぬよう十分配慮し、これからも色々公開お願いします。 小室圭と真子様が結婚に向けてお二人で会見を開くようですね。10月には結婚をすると言われているようです。パイプ小室圭さんは小室佳代さんのもと婚約者との金銭トラブルについて小室文書でお金はもらったものだから返す必要がないと散々書いた挙句に恩人を悪者に仕立て上げたことで炎上して結局は解決金を払う意向を示しました。 ただ元婚約者が小室佳代さんの代理人弁護士の事務所に出向いて話し合いたいと言ってるにもかかわらず無視されているようですね。このまま無視で結婚をされるのでしょう。そんな小室圭さんですが実は国際キリスト教大学に外国人や帰国子女を対象とした英語入試で9月に入学されているんです。 これは小室圭が通っていたカナディアンインターナショナルスクールが日本の認可を受けた学校ではないから実質は義務教育を受けていない中学校と高校を卒業したことになっているのです。だから普通に大学入試ができないのです。それで外国人枠として英養入試で国際キリスト教大学に入学したのでしょう。小室圭さんは国際キリスト教大学に入学した時には周りに韓国名で韓国名でハヤ氏で、 キムサランと名乗っていたようですつまり私は韓国人ですよという感じだったのでしょうね。実際に小室圭さんについて韓国のウィキペパイプディアで検索するとめちゃくちゃ詳しく書いてあるんです。日本のウィキメディアでは一般人だから当然ないのですが韓国のウィキメディアには小室圭さんの情報が掲載されているのです。しかもめちゃくちゃ長文で細かく書かれています。 全部は紹介できませんが一部日本語訳をしてどういうことが書いてあるのかを調べてみました。そこには小室圭が小学校4年生の時に父親を自殺で亡くしたことや祖父と祖母も相次いで自殺で亡くしたことも書かれています。しかも小室圭の父は38歳で死んだが病気とか事故ではなく自殺でしかも昇進自殺という情報まで書かれているのです。このような釈然としない点が多い。 都勝は自殺したのではなく小室かよに殺害されたのではないかという疑問があるとまで書かれています。韓国のウィキメディアには小室かよが殺害した疑惑があるとまで書かれているようですね。かなり攻めた内容ですね。この程度なら皇室どころか一般庶民でも結婚をためらう背景だ。小室かは問題点が非常に多い家庭だと思う最大の理由はまさにこれでである。 現在は角田国交と小室佳代が一緒に住んでいるという情報まで記載されていました。しかも韓国のウィキペディアには週刊女性プライムの写真もウィキペディアに掲載されています。写真は小室俊勝さんと角田佳代さんの結婚式の写真や角田国光さんの写真と角田八行子さんの写真もそこに載っています。 言うのか不知ります日本人が小室家を懸念するのはま子さまと結婚することで税金が使われることだと韓国人目線での記事だから当然そういう内容になりますね。さらに結婚後も継続的に警備費用がかかる。さらに消失系の前の仕事と私生活にも悪い話が多い。 小室圭は過去に三菱 UFJ 銀行に入り丸の内支店に配属されたがそこは国際キリスト教大学の学力では入るのが難しいという評価もある。ところが小室圭は入社した後にもいくつかの問題を起こし最終的には退社した。当時の職場の同僚によれば小室圭は取引先の重要な書類を受けておいて誤ってその書類を紛失した。 自分の管理不備なのに紛失を認めず取引先からその書類を受けたことがないと発言し取引先を怒らしたようだ。銀行を退社後は法律に縁がなかったのに突然弁護士こと務所で事務補助をしてメディアはパラリーガルと呼んでいたが実際には書類のコピーなどの非法律業務だ。しかもま子さまと婚約内定会見の前はクラブで華やかな服装をした女性と遊ぶ写真も撮られたことがある。 学生時代には女性アナウンサーを狙ってアナウンサースクールで活動したこともあった。こういった情報が週刊誌で出ると小室圭と眞子さまの結婚を悪く見る雰囲気が強まった。父の年活と祖父が亡くなると遺産をめぐり小室一家と紛争が発生しヤクザの知人を代理人として解決しようとした。 この事件を最後に小室家の親族と事実上の絶縁状態になったという疑惑があるとまで韓国のウィキペディアには書かれています。さらに小室家はレストランのチェーン店の娘と交際していた途中に真子様と交際を始めたという。しかもその娘さんの持っていたクレジットカードを所持して使いまくり娘の父親によって強制的に関係が終わったようだ。 だから小室圭は問題が多いだけでなく、ま子さまを愛しているのではなく、ただの皇族という権力と税金だけを狙ったという意見が多い。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。小室圭さん、フォーダム大学の卒業生名簿からついに名前が完全削除。ニューヨーク州司法試験受験資格喪失で、エセ受験疑惑が濃厚に、 小室圭はフォーダム大を卒業していない上に、そもそも受験資格もなかったということですかじゃあ1回目の受験後に西村区内庁長官に大丈夫ですと手応えバッチリをアピールしたことも、2回目不合格判明後に奥野氏にあと5点足りなかったと言っていたことは全て嘘だったってことですか特に西村区内庁長官は小室圭の言葉を信じて結婚の準備を進めたんですよね明らかに詐欺じゃないですか 結婚の前提条件が崩れます。やっぱりアメリカでの生活基盤もできていないし、生活費は税金で賄っていたんですね。最近、他の YouTube で、実は弁護士を目指していなかった、みたいな話を見ました。最初は3回目も不合格だから、そのための言い訳かと思っていましたが、元踊り児受験資格がないので、そろそろ進路変更するための布石だったんですね。 秋篠宮殿下も小室圭の試験結果に興味ないという記事も見ましたが、最初から試験受けていないのですから興味なんてあるわけないですね。さっさと離婚して、小室母子にこれまで費やした税金の返還請求をしてください。先月7月26日、27日に3度目のニューヨーク州司法試験を受験した小室圭さん。10月に発表されるという試験の合否も気になるところですが、その他、 いくつかの問題が週刊誌等のメディアで話題となっているようです。一つは、皇族と小室佳代さんに対する脅迫事件です。先月7月には、皇族への脅迫文と包丁20本などを宮内庁に送りつけて業務を妨害したとして、皇宮警察本部と警視庁の合同捜査本部が、愛知県在住の20代のアルバイトの男を威力業務妨害容疑で逮捕しました。こちらの脅迫事件に関しては、 のりこ様やひさひとについて批判する内容の文章が書かれていたことなどが報じられました。また、女性セブン2022年8月18.21日号によると、この区内庁へ脅迫文と包丁が送りつけられる事件より前に、小室圭さんの母親かよさんにも脅迫文が送りつけられていたとのことです。小室さんの母かよさんが、これまで経験のないほど深刻な身の危険を感じる事態に陥り、 警察に駆け込む騒動があったというのです。警察庁関係者。現在、かよさんは父親と二人で神奈川県内のマンションで暮らしているという。かつては都内の有名洋菓子店で働いていたが、2021年、労災をめぐって会社とトラブルが起き、欠勤が続いてついに退職。経営者の男性に尋ねると、もう終わったことなので、と口をつぐんだ。かよさんは、今は働いていないでしょうね。 以前はマンション前までタクシーを呼んで出勤していましたが、このところ、めっきり姿を見なくなりました。以前は少し離れた高級スーパーでもよく見かけましたが、最近は全然。外出の様子すらありません。近隣住民。実は、ある事件がきっかけで家から出づらくなったのだという。ことの発端は、この夏前頃に遡る。憔悴した様子のカヨさんが、 脅迫被害を受けたと警察に訴えたのです。そもそもは金銭トラブルの解決やメディア対応に当たった弁護士に相談していたようですが、脅迫行為に耐えかねて、警察の力を借りるべきだと判断したのでしょう。被害は、インターネット上の誹謗中傷とは比較にならないほど深刻で、身の危険を感じる内容だったそうです。警察も捜査を始め、 カヨさんは家に閉じこもるようになりました。前室警察庁関係者。カヨさんが今回の件を深刻に受け止めるのも無理はない。カヨさんニューヨーク移住計画。また、このような脅迫事件とも関連して、現在、小室圭さんと共にニューヨークで生活しているマコさんは、義母であるカヨさんをニューヨークへ移住させる計画を進めているようです。カヨさんはことの荒ましをマコさんに説明したそうです。 困り果てたカヨさんの話を受け、痛く心配したマコさんは、カヨさんをアメリカに呼び寄せる意思を固めたと聞きました。